レビ局とかさ、働いてる照明さんとか見ても、いや、そういう時、照明さん見る時はどうして、生まれてから大人になった時に、うん、照明さんになろうって思ったんだろうって、え、バカだな小田原って思っちゃった。どうして録音部さんとかもこうやってドラマちょっとこうやってやってるじゃないですか、うん、すっごい腕疲れるのに、うん、こうやってね、なんで うん、そこな自分の人生を、うん、女優さんの声を取ることにかけてるんだろうって、うん、いいですね、すごい考えちゃいます。考えちゃう、音声さん ずっとこうしてるんですよ、うん、ね、見切れないようにこう、はい、ギリで「バカやろ、かけ出すなよ」とか言いながら「すいません」って、こうやってなんか短くして長くしたりで、うんうん、下からこう言ったりとか、きっとこれ大人になって、うん、なんか年齢重ねるとともに、うん、本当にこう棒を声を取るだけでいいのって、うん、どうして絶対思いますよ、ずっと人の声取ってるから、そうなんです、もう取りたくない。人の声なんて、だからどうして音声さんになったの、あーって絶対思う、絶対思ってる、思ってるんだろうってすごい思います。おもちゃん見切れてやるよ。思っちゃいます、とにかくドライな、そういうドライになっちゃう。それでどんなデートがしたいの。長いマイク持ってる人がいいんでしょ、だから。自分は結構なんかお昼とかに気分で、うん、あ、じゃあ映画に行こうかとか、うん、買い物に行こうかとかっていう人がいいです。計画的に、じゃあ明日鈴何時に俺は迎えに来て、何に行って、それは何時から、あ、ダメ、はい、もう行き当たりばったり。じゃあドラマの購買表とか嫌いなの。なんで私は5時にスバルビーフライに見なきゃいけないのとか、前倒しで入れてくれれば私早く帰れたのに。だからスケジュールさんとかどうして。ねえ、こいつはすごいよ、こういうふうにスケジュールを。どうして大人になってから、そのいろいろ算数を使ってスケジュールを決めようって思ったのって。かわいい。